朝鮮民主主義人民共和国、通称北朝鮮、東京から首都平壌まで 1291km の近場にありながら、我々日本人が通常では行くことのできない正真正銘の近くて遠い国です。しかし、そんな閉ざされた国だからこそ心を惹かれてしまうもの。鉄道好きであれば北の大地に一体どんな列車が走っているのか、気になるに違いありません。果たして北朝鮮における鉄道とはどんなもので、一般庶民、外国人、そしてキムファミリーがどのように利用しているのか、今回はそんな幅広い視点から北朝鮮の鉄道をご案内いたします。それではようこそ、北朝鮮鉄道の世界へ。38度線を境に南北に分断されている朝鮮半島、西側に属した韓国はモータリゼーションが急激に進行し、国民の3人に1人が自家用車を保有しているほどの車社会です。一方で東側に属した北朝鮮はソ連崩壊後世界経済から取り残されたこともあり、経済は困窮。車の所有はごく一部の富裕層に限られています。そのため、一般市民の長距離移動の足は主に鉄道。道路状況の悪化もあり、鉄道は車よりも大切な輸送機関として機能しています。そんな北朝鮮の鉄道にも様々な種類がありますが、基本的に軌道を走る交通機関は政府直属の鉄道省が管理しています。まず、北朝鮮全土を網の目のように張り巡っているのが機関路線。おおよそ一般に見るような鉄軌道を走行する鉄道路線です。その多くが日本統治時代からの線路を継承したもの。大部分が標準機で作られており、中国や韓国の線路と接続しています。しかし、一部路線には、西寧と付けられた名称のものがあります。これは朝鮮戦争後に北朝鮮当局が新しく作った路線で、西寧と人民が汗水流して作ったことを象徴して、の名称なのだとか、ちなみに、新線を作るときは住人を命令一つで立ち退きさせることができます。土地を所有しているのは国家と一部の団体だけなので楽でいいですね。立ち退いた後の住民はどうなるのかって、知らないなぁ。またごく一部ですが762ミリのナローゲージ路線も存在しています。この北朝鮮の鉄道路線の一番の特徴が電化率の高さです。朝鮮戦争で一度南北の線路は大ダメージを受けましたが、北朝鮮においてはソ連や中国からの潤沢な支援で急速に復旧。そのついでに多くの路線が電化も果たしました。これには日本時代からの水力発電所が数多く残っていたことも大きかったそうです。その甲斐もあって北朝鮮鉄道の電化率は 80% を達成。日本や韓国ですら 70% を下回っていますから、経済状況を鑑みると驚異的なことです。ただし、電化されたといっても多くの路線は単線のままです。この一般の機関路線に一般庶民が乗りたい場合、40キロ以上移動、もしくは道をまたいで乗りたい場合は基本的には許可が必要になります。許可証の発行には通常10日ほど必要になります。とは言ってもそんなに長期間待っていられないので、担当者に賄賂を渡して発行を早めてもらうことが多いそうです。列車種別は中長距離列車には急行、準急行、各駅停車の3種類が用意されています。これとは別に都市部と近郊の比較的短距離を結ぶ通勤列車という種別もあります。この通勤列車は日常的に使われる列車で、定期券の発行もあるそうです。列車は電気、もしくは内燃機関車が牽引する客車列車がほとんど。ごく一部動力分散型の電車タイプもありますが、かなり限定的です。中長距離列車には座席の優劣が設定されており、上級寝台、一般寝台、上級座席、一般座席の4種類に分けられます。もちろん上級寝台を使えるのは超特権階層だけです。また、どの駅や車内にも偉大なるキム・イルソン同士とキム・ジョン・イル同士の肖像画が飾られています。北朝鮮では西の肖像画は命より大切なもの。火事や事故の際は真っ先に守らないと処罰されるので注意しましょう。車内には乗務員のほか、鉄道警察にあたる、列車安全員、や秘密警察相当の、列車保安員、が乗務しています。列車保安員は相当の権力を持ち、上級寝台を使い放題。状況によっては列車を停止させることのできる権限も持ちます。首都平壌への旅はさらに厳戒態勢で、さらに特別な書類審査を受けねばなりません。一般市民にとってみれば鉄道での長距離移動は緊張ばかりの大イベントなのです。
車両は中国などの東側諸国の中古の機関車や客車、もしくはその技術を流用した自国製のものが使われています。1990年代まで蒸気機関車も使われていたようですが、さすがに老朽化のため2000年代には観光用を除き全廃されたと見られています。なお、外国人が乗車できる列車は後述の中国、およびロシア行きの国際列車に限られます。外国人が北朝鮮国内を移動する場合、当局から観光バスが用意されます。その代わり外国の鉄道マニア向けに当局が主催する鉄道資源巡りツアーが開催されることがあるので、それを狙って北朝鮮に行ってみるのもいいかもしれません。この他にも都市部にも鉄道交通が敷設されており、首都平壌には地下鉄が走っています。この地下鉄は各シェルターも兼ねており、深さ90メートルの大深度に建設、内部にはキム一家や塔を称えた美しい装飾がなされており、地下神殿と称されるほどの豪華絢爛な内装になっています。車両は旧東ドイツから譲渡された電車、D 型が主力。北朝鮮の自国生産の100型も1編成導入されました。地下鉄は革新線とチョルリマ線の2系統ですが、これ以外にも隠された将軍様専用の地下路線があるとされています。有事の際の輸送機関として機能するとか、この地下鉄と肩を並べるほど都市交通として重宝されているのが路面電車とトロリーバス。平壌市電ではチェコで製造された路面電車が走っています。製造時期によって種類は様々です。近年では自国製の車両も導入されています。この平壌での路面電車事業が成功を収めたことから、東海岸の港湾都市チョンジンでも路面電車が建設、運行されています。こちらは平壌のお古の車両を使っているようです。市電と合わせて平壌市民の大切な足となっているのがトロリーバス。路面電車よりも導入がしやすいトロリーバスは平壌全域に路線網を広げています。車両は主にハンガリー製のようですが、北朝鮮製の車両も多数在籍しており、バラエティに富んだ車両たちが活躍しているそうです。平壌以外の各都市にもトロリーバスが整備されているようですが、電力事情の悪さから運行が停止していると予想されており、チョンジン、シンウィジュ以外では動いてないようです。これら地下鉄や市電、トロリーバスを外国人が乗車したい場合は基本的にツアー組み込みになります。地下鉄は一般庶民と一緒に乗車しますが、市電やトロリーバスは貸し切りだそうです。なお、希望すれば当局がお望みの車両を用意してくれることもあります。ツアー会社を通じて交渉してみるといいかもしれません。また、クムス山太陽宮殿へ行くための路面電車が別途建設されています。このクムス山の路面電車だけは1000ミリのメートルゲージを使用しているため、平壌市電とは仕様が異なります。車両もスイス製です。別棟さんには観光用のケーブルカーやロープウェイが設置。また鉄道博物館もいくつか整備されており、意外にも北朝鮮は鉄道事業に力を入れているのです。また北朝鮮は中国、ロシア、韓国の3つの国と国境を有する国家です。そのため、3国との直通列車も設定されています。特に有名なのが北京もしくは丹東から平壌に乗り入れる中朝国際列車。運行番号から K2728 列車と呼ばれています。中国から陸路で北朝鮮に向かうためによく利用されており、外国人、北朝鮮人の両方が利用しています。ただし、外国籍と自国籍の人間で乗車できる車両は厳格に分けられており、両方の区画を移動することはできません。この他に中朝での貿易を担う貨物列車も運行されています。北東部の路朝国境にはロシアの小都市であるハサンと北朝鮮の港湾都市ラジンを結ぶ国際列車が運行しています。ロシア側から入境したい場合はこの列車に乗車します。ハサンラジン間の線路はロシアの列車が乗り入れられるように標準機とロシア後期の線路が4000基上で引かれています。その他の地域に貨物を運ぶ場合はコンテナを別の貨車に積み替えます。そして、元は同じ国だった韓国との間では4路線が分断していましたが、南北融和政策を通じて現在ではそのうち2路線が再接続しています。2007年にソウルケソン間で南北連絡列車が設定されましたが、2008年に運行停止。その後も何度か復活しましたが、度重なる南北のすれ違いにより毎回運休を余儀なくされています。2018年には東部の青年金剛山とトンヘ間で南北越境運転がなされています。こちらもうまくいっていないようです。最後に、北朝鮮といえばあの超特別列車、
そう、将軍様専用列車です。北朝鮮には三大将軍が利用してきた専用列車があり、将軍様を示す1号から1号列車、また破太陽号の名称が付けられています。車両は17から21両の客車で構成。さらに機関車を両端に挟み込み、仮にどちらかが故障しても片方で押すか引いて列車を動かし続けることができます。機関車はディーゼル式。これなら停電になっても安心です。豪華な内装とセキュリティはまさに将軍家の証。映画鑑賞のためのスクリーンや寝台、シャワー室もあります。将軍様用のベンツも乗せられるスペースもあるとされています。もちろん床は防弾鉄板、窓も防弾の二重窓です。外から見ると曇りガラスですが、内側からは景色がよく見える仕様になっているんだとか。これで外から覗かれずに車窓を楽しむことができます。三代金将軍はこの豪華絢爛な1号列車に乗り北朝鮮の各地を周遊。それだけでなく、線路が繋がっている中国やロシアなどの外遊にも使われます。米朝首脳会談でのベトナム訪問にも使用されました。この列車が走るときはもちろん国内は特別ダイヤが組まれることになります。同じ区間を走る列車は数時間の停止。1号列車が走行する前には先行列車が前を走行。線路の安全をチェックします。この他にも1号列車と同じ塗装を施したカモフラージュの列車が走るとされています。さらに線路沿いには駅員や兵士が50メートルの間隔で配備されます。もちろん、1号列車が走行している間は線路に近づくことは許されません。また将軍が列車から降りる際は狙撃兵が先行して降車。もしもの時の警護に当たります。これらの措置は中国やロシア、その他外国を走行する際も変わりません。さすがに線路脇の保安員の配備はないようですが、金正恩が訪中、訪露した際にも各鉄道会社は特別ダイヤの作成を行いました。ロシア国内でロシア人記者が北朝鮮の狙撃兵から銃を向けられたこともあり、お得意さんだからといって決して手を緩めることはないのです。このように北朝鮮鉄道は、将軍様の豪華列車から骨董級の電気機関車まで、東側の鉄道のエッセンスを詰め込んだ、まさに不思議の国の鉄道なのです。しかし、なんとなくお察しだと思いますが、北朝鮮の線路状態は最悪中の最悪、かつて北朝鮮を支えてくれたソ連は崩壊。中国も積極的な支援は行っていません。特に1996年の飢饉に伴う苦難の行軍以降、補選や車両点検はまともに行われなくなってしまい、運休や遅延は当たり前。合わせて食糧難による買い出し客が爆増、列車は殺人的な混雑になっているそうです。しかも、停電の頻発により南より進んだ電化状況が逆にあだになり、列車は何度も足止めを食らうようになってしまいました。これまで1日で行けた区間でも10日も要するようになったそうです。加えて保線どころか設備の更新もストップ。なんと北朝鮮の鉄道、未だに日本統治時代の設備を延々使い続けていることが確認されています。もちろん補修など後回しで、設備には亀裂が走っています。2003年には平壌市電が通行する100年ものの橋が重量に耐えきれないとして、路面電車の通行が取りやめに。既存の区間はバスに変更となり、なんとかごまかして運営しているようです。枕木も100年前の日本統治時代のものが未だに残っており、新品の北朝鮮製の枕木はめちゃくちゃ質の悪いものだそうです。中国やロシア製のものも混用されているようですが、このため、北朝鮮の線路では速度を出すことができません。一番整備されている平壌線でも60キロが限界。その他の路線であればさらに足が遅くなることは想像に難くありません。なお、これは将軍様専用列車も例外ではなく、1号列車も万が一を考えて最高速度を20キロに抑えて走行しています。そして、めちゃくちゃな線路保全の付けは最悪の形で一般庶民に帰ってきています。苦難の行軍以降、北朝鮮は鉄道事故が多発。日本人からすれば世紀末としか思えないような事態が続いているのです。特に凄惨なのが2000年に発生した列車爆発事故。これは停車中の貨物列車のガソリンが爆発し、軍関係者など4000人が死亡したというもの。この他にも超満員列車が谷底に落ちて2000人が死亡。列車の正面衝突で1000人が死亡するなど、数千人単位で死者が発生する事故が数年に一度のペースで発生しているのです。また、
停電や災害により列車が1週間、1ヶ月単位で足止めを余儀なくされるケースも頻発。貧乏な北朝鮮、足止めされたからといって食料が配給されるわけではありません。水害によって日本の列車が1ヶ月半足止めされた事件がありましたが、この時に90人の乗客が餓死したとされています。21世紀に入った2006年の話です。他にも動かない列車の中で凍死、薬が尽きて病死など、列車内で人が死ぬという悲劇は何度も発生しています。もはや乗ることそのものが人となり合わせの鉄道。しかし、賄賂を使ってでも乗らざるを得ない人はたくさんいます。線路が接続している中国、韓国、ロシアの3国は補修費用を出してくれてはいますが、補修は遅々として進みません。それどころか悪化するばかり、果たして北朝鮮の住民たちが安心して鉄道に乗れる日はいつになるのか、もしかしたら金体制が終了する、その運命の日まで待たなくてはいけないのかもしれません。最後に、北朝鮮において鉄道に似たジャンルとして日本人のある分野のマニアから注目されている交通機関があるのをご存知でしょうか。それが、バスです。北朝鮮は道路交通が発達していないとは言いましたが、その代わりバスやタクシーなどの乗り合い車は市民の日常の足としてよく用いられています。と言っても列車より運賃は高いみたいですが、通常の箱型バスにも乗るものの、トラックの荷台に乗せてもらうのは北朝鮮の地方では当たり前の光景です。また最近は悲惨すぎる鉄道の線路状態を鑑みて、バスやトラックでの移動に切り替える人も多いとのこと。そしてこのバス、北朝鮮で自国製造しているものの他日本製の中古バスも数多く運行されているのです。というのも、日本の会社を引退したバスが日朝の交流事業やロシアなどの第三国経由で北朝鮮に輸入されることがあり、それが整備され利用されているのです。右側交通の国に日本のバスが渡った場合、ドアの向きが反対になるよう改造されるケースは多々ありますが、北朝鮮では特に改造されることはないようです。そのため、北朝鮮のバスで左側にドアがあればほぼ日本生まれと断言してよいでしょう。ただし、乗り降りは多少不便になるため、このような未改造日本製バスは路線バスよりは社用車に利用されることが多いとのこと。塗装は変更されることもありますが、日本時代そのままで運行されるケースも。今も京急や阪急、東武などの古い塗装のバスが北朝鮮の地を走っているとされています。北朝鮮のツアー会社では鉄道だけでなくバスの見物に特化したツアーもありますので、ぜひとも北朝鮮に行って懐かしのバスたちに会いに行ってみてはいかがでしょうか。以上、北朝鮮の鉄道の解説でした。経済発展をとどめないアジアの中心にありながら、最後の社会主義国家としてあり続ける北朝鮮。そこには中国ですら忘れた東側鉄道の生き残りが当たり前のように走っています。それどころか孤立と経済的困窮に苦しみながらも自国で車両を生産し、また独自の鉄道を作り上げています。黒いカーテンの中にある北朝鮮の鉄道。そこには日本人が想像し得ない、不思議な世界が広がっているのです。もし機会があれば北朝鮮に行って鉄道の旅をしてみたいものですね。きっとたくさんの発見があるに違いありません。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。